で、それができたことによってものすごく救われました。どういうふうな気持ちかというと、で今先ほど申し上げたように、これから2人に1人ががんになる時代、このうち半分ぐらいの方ががんになる可能性が高いわけです。で、がんになったからといってもう自分もダメだというふうに思うんじゃなくて、がんになるかもしれないけど自分は健康であるという、何かウォーキングをするなり、ジョギングをするなり、マラソンをやる、何でもいいと思うんですけど、そのもう一つの柱を作っていけば、こういう気持ちの面でもね、克服できるという、そういう思いでしたね。なので今日はね、すごくいい機会だと思います。皆さん、7キロ10キロ、普段は測るキレイだと思いますので、そういうことをこれからも日常生活でね、続けていかれて、ぜひどういう状況なのか、もちろん予防生活習慣というのも予防できますけど、予防してても、私なんかもがんになりやすい生活習慣というのは、例えばタバコを吸うとかですね、運動不足とか肥満であるとかいろいろあるんですけど、ほとんど当てはまらないですね。一つだけ当てはまるのがありまして、お酒をよく飲んでそれだけ当てはまってしまったんですけど、それ以外は全くないですよね。今もお酒は別にやめたわけではありませんが、マラソンを続けることによってね、病気と共存しながら、頑張っていくつもりです。で、ただ後ほど